ポニーテールー太陽さんありがとうありがとううん塗りすぎた <laughs> 塗りすぎたうんこんばんはみおりんこんばんはこんばんは今日はありがとうございましたありがとうなんかちょっと喉が痛いですけど <laughs> <laughs> 今日めちゃめちちゃゃ楽しかったありがとうなんかね、本当にね四国の方にもピーマイカーの方にも私のペンライトカラーにしてくれてる方がたくさん来てくださってうちわとかもめちゃくちゃ多くて見つけやすかったですすごいなんか今日は結構いろんな全員の方とかになんかレッスンをくれた気がするニコーエお疲れ様、ありがとうやはりお疲れ様、ありがとうきお兄さんお疲れありがとう朝と晩どうでしたかその合間にみんな観光とかできたのかな Yeah. Mm hmm. yeah, yeah. どうでしたか直樹さんん可愛いあありりががととうう内輪にかかったですなんかちゃんと今日はなんかいろんな方にちゃんと遅れた気がするですがであと今日は来てない方は知らないかもしれないのですがえちょっと瀬戸りを言ってもいいですか <laughs> 瀬戸りを言ってもいいでしょうかなんかねちょっと変わったところがありましてですねえー、大地さんありがとう なんか立ってるよありがとう大地さんありがとうそう朝の公演は髪型おろしで夜はポニーテールにしてもらったんですねメイクさんに今日はしかもここをちょっとねひょ,ひょんってやってくれたのですごいありがたいあめっちゃメールが届くお休みメールの前に2通ぐらい送ったからちょっと今メールがド,ドドドンって送っていきますねありがとうポニーテールやっぱりありがとうタワーもありがとう ですありがとうありがとうですえ朝、ー、日さんありがとう、えー、嬉しい前髪がお前になっちゃうほど嬉しい朝日さん嬉しいえー、ありがとう朝日さんまた会いたいとてか私朝日さんのスタイルに憧れてるけど、ね、嬉しいなまた待板ないかなすごいえう、ー、しいなうんそこがめっちゃいいメイクさんに関してそうメイクさんここねこの遅れ毛出していいですかって言ったらいいですよって あいいやってなんかめっちゃ仲いいメイクさんってかほぼほぼもうねもう,なんもう2年近く経ってるから結構いろんなメイクさんと仲良くなったんですけど最近めちゃくちゃラブラブしてるメイクさんがいてその方に今日はやってもらった子にーてールひろさんさんハートありがとうあつみ美えも穂ちゃん大好きありがとう え前か可愛すぎてマジポリエテールしとけんもうねやばいんよもうねおんまゆになりそうなほど短いんですよ今今日ちょっと幼く見えるかも <laughs> めっちゃ頑張って前髪上げないように頑張ったんですけどやっぱ引っ張られちゃいますね <laughs> 声見に行ったありがとうすごい皆さん本当にねたくさんね見つけられた,たよ髪髪たくさん見つけましたありがとう ありがと、ね、ほんとピンマイカーも四国も来てくれてありがとうございますピンマイカー楽しすぎてやばいマジめちゃめちゃなんか今日はにらみ合いをした気がしますけどすごいいろんな方と目合って楽しかったですほんとに公演がいっぱい一番いいなと思いましたあタオレれこのサイン」も見てきた早いお仕事がすごいトムくんハートありがとう 良すすぎですかやったーよかった嬉しい桑とのお疲れ様専用のまと一緒にありがとうそうレスみんなにそう広報の方にも結構あっとかやって結構頑張ってやったんですけどねえ嬉しいあタワレコのサイン嬉しいそう今日は四国の公演が終わった後にタワレコさんに行くよってなってそうタワレコさんにサインしに行ったんですよでその時はあの あれだよねファンの方もいてちょっと会えた方はラッキーって感じなんですけどそうそうそうでなんあのサイン書いたのでメールでも送ったんですけど是非見てくだされおお今から福岡気をつけてたけるくんハート100個ありがとうありがとうございますそう四国の後と行ってピンマイカーの後行った時はもうはっあのー で閉店した時だったからわざわざ開けてくださったんですけどそう <laughs> ハグされて友達が美帆林にはまってたありがとう一緒に来てくれて <laughs> みんな本当に楽しかった本当にありがとうその時タワレコにそうだよねねたま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 本当に私たちも今日その場で行くって知ったからそう あのメンバー専用ペンでなんかあれを設置してくれてる方がタワレコの店長さんで,であの一面の「STU」の「どんどんどん」みたいなポスターとかいろいろ貼ってあるのもそう店長さんがやってくれてるみたいで今日挨拶できてすごいめっちゃ明るくて面白い方でそう なんかこれからもなんかやってほしい子だったらどんどんしますんで言ってくださいみたいな感じで言われて <laughs> え「え嬉しすぎ」とか言ってピンマイカーのみんなえ「じゃあ私たちのポスター作ってここにちょっと <laughs> 大きく貼ってほしいな」とか言ったりしてなんか冗談も言い合えるようなすごいいい店長様様です本当に <laughs> ポスターはね夢の話なんですけどそうめっちゃねいろんなメンバー今日多分2期生全員かけたと思うんでメッセージ ぜひ見てください皆さんなんか裏とかにもねもしかしたらあるかもしれないのでぜひぜひ見つけてくださいね日記勢コーナーえ最高じゃないなんかでも作ろうかなみたいな,なんかなんかちょっといろいろ考えてはくれてるみたいなのでまだお待ちください矢島さんハートありがとうカンちゃんもハートありがとうありがとうでは大地さんにお礼を書きたいと思いますウフ <laughs> いったけど遭遇できなかったあら時間が見に行きたいぜひぜひぜひ皆さん公演の帰りとか前後とかでね28日の僕隊とか来る方は近いしねタワレコも会場からなのでぜひ,ぜひぜひぜひドアから出てきた焦りました遭遇した方ですかもしかしていやなんか今日なんかレッスン着だけどレッスン着の中ではまだ私服に近くてよかったと思いました 言われてなかったからめちゃくちゃなんか学校のジャージみたいなので着とったら終わりじゃないですか <laughs> よかったですちゃんとなんか服に普通の服みたいな感じでマジで危ない危ない <laughs> あ二十8日も行きますぜひぜひよろしくお願いします待ってますということでお礼を書きますねありがたわーあ,あ なんか28日の僕隊はね外れたって方もいるからそうありがたいことに完売してるってことですよねなんで楽しみですほんとそのタワレコなんかスタッフさんが「今日は行くよ」って言ってくださって行ったんですよそう普通にね土日のタワレコって結構ねお客さんもいるから知らない方もめっちゃ目があったんですけど <laughs> そうなんかちょっと,ちょっとない気,ど気取ってはないですけどなんかちょっと。 失礼しますって感じで <laughs> そうなんかファンの方でめっちゃびっくりしてる方はめっちゃ目が合った後に「みたいな <laughs> なってる方がいてめっちゃかわいい <laughs> と思った <laughs> めっちゃやよちゃんと「えかわいい」みたいな言ってた <laughs> そう「こんばんはお疲れ様ですこんばんは」皆さんこんばんは日曜日どうでしたか でも明日は敬老の日だったんですねだから3連休なんですね一応よきよきだね、うん、ゆっくり休める方は休みましょうね今日も楽しかったなうん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  ちょ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 。<laughs> よいしょ。おお、明日、あ、ああ、空が生誕祭、なるほどなるほど。当日券で行ってしまった、見つけました、良かったです。あ、ポーズしてくれたし。<laughs> すごい、ね、そう当日券でもえしかもなんか完売してる公演もなんか当日券があったみたいですよ皆さんこんなことあるんだねなんかファンの方ので見かけてそうあったみたいなんでなんかワンチャンスあるみたいなんで皆さんなんかねその日広島にいる方はなんか挑戦してみてもいいかもしれないですねまあ安全のために安心安全のためにまあね事前の券でまあ整理券早いしね番号 とは思うんですけどそうそうそう完売しとるけどなんかあったらしいんよキャンセルとかが出たんかなそう <coughs> だから皆さんも挑戦してみるのもありです <laughs> よいしょやばい今日喉がめっちゃ痛い <laughs> 今日テンション上がりすぎて歌いすぎたかな2021 九月十九。よし今回初めて神手から公演え、ありがとうピンマイかあ、お餅こんばんは、お餅そうですね、無理せんようにありがとうちょっと十時ぐらいで終わろうかなと思います安心安全を取ります、ぜひその方がね、生理券番号早くてそう、早めに入れるかもしれないし ポニーテールが尊かったよかった迷ったんですよね髪型変えるかどうかでもめっちゃ時間があってそのクワトロさんに行く前はそうなんでねそう髪型変えれましたよかったしかもね昇格したらこれを私はポニーテールは絶対巻いた方が可愛いと思うんだだから巻きたいなって思ってます <laughs> そう2回来る方もいるだろうなと思って髪型変わってなかったらなんか見,見栄え変わんないからあんまりかなと思って やっぱ私こうやってやったら眉毛お前になっちゃうやばい <laughs> そうだからね髪型変えてみたんですよ楽した倍増でしたよかったよかったよかったまたね昇格して10月以降はねいろんな編み込みとかねやりたいしね巻き紙とかもやりたいしねあ今おやすル届いたかもみんな <laughs> まあねいろいろねあ,あとブログもあした出るからさっきブログも書いてもう提出したんで ブログの写真もいっぱい載せるので今回お楽しみに <laughs> 絶対可愛いやつありがとうぜひはね見てみてくださいでは大地さんありがとうのお礼ですありがとうございますじゃんありがとうあセテロップ書いてなかったちょうどよかったありがとうございました最高の一日ありがとうめちゃくちゃいつも来てくれるんで嬉しかったですありがとう じじゃじゃんありがとうございます。ビヨンビヨンおじぎありがとうございますありがとうでございました。ありがとう。いや私ね一日中クアトロさんにいるかと思いきや近かったんですよ。今日の私めちゃくちゃスケジュールなんかね私忙しい方が嬉しいんですごいハードで楽しかったんですけど朝6時ぐらいに起きて7時半集合とかで四国の合わせ。 とメイクに入ってで本番を11時に迎えて朝前に朝ごはんですメイクされながらシャインマスカットを食べました <laughs>、ね、コンビニでこんなのあったんですよってメイクさんと話しながらバク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 食べて <laughs> それで本番を迎えてあー終わったーって思ってたわれこさんに行ってでそっから一旦また戻って練習場に そう戻ったらピンマイカーのメンバーが続々と来てる途中でちょうどよ,うどよく合流してでピンマイカーのみんなと練習して今日はね新たな曲として僕らの「春夏秋冬」がね披露できたんですよ6人バージョンで初めてなのでそれの練習とかねいろいろ曲順も結構変わったんでそこのつなぎの練習とかもやったりしてそうそうそうだからそう めっちゃ充実してた練習公演お昼ご飯、練習公演みたいな感じでそうなんですよ僕らの「春夏秋冬」ありがとうめちゃくちゃ私もやってる身として楽しかったししかもまた僕らの「春夏秋冬」四国バージョンとピンマイカーバージョンでポジションが違うんですよそこも私自分自身めっちゃ楽しいなってなんか前はなんかポジション違うのはもう大変だとか思ってたんですけど いやなんか違う方が楽しさあるわと思って見える景色とかも違いますし振りとかもねちょっと違うからそうそう、まあ、今回はその振りが変わんないからめっちゃ簡単だったんですけどそうそうそう研究生としての「春夏集」と最後「かもなそっかもう僕たいしかないからそうだ昨日に合わせてたのそうですなんか私がねちょっと違う私たちが見れるんじゃないかなとか言ってたのがこちらでした。 めちゃくちゃゃくわせてましたけど <laughs> えー、四国もピンマイカーもみんなダンスも MC も多くなったえー、嬉しいなんかツアーで結構 MC とかいろいろ成長できたとめちゃくちゃ思ってるからそれでそれぞれが伸びてそうよかったんかもしれんお客さんの乗りもめちゃくちゃ良かったんですよ今日四国もピンマイカーもだからそうそう すすごい皆さんんのおかげなんですよ私たちノリがいいと本当に MC もめっちゃ楽しくなってすごいもっと喋ろう喋ろうってなるからそうそう瀬戸りの順番とかも結構変わってましたねピンマイカーの方が特に結構変わってたかなって思うんですけどそうそうそう瞬間舅とねよかっためっちゃ楽しみだった私結構あのダンスめっちゃ好きだからイバイカメラを動かしてた ピンマイカーの MC 楽しかかったですかありがとう MC 企画もねもう斬新な MC 企画でなんかもう終わったから言えるんですけどみんなで風船なんか2分間で15個の風船を割ろうみたいなので「ティンマイカーン」の企画椅子の上で風船を置いてそこでお尻でボンと割るみたいなのをやっててあれマジも怖すぎて私多分2個ぐらいしか割れてないよね なんですけどそう四国は平和にねなんか四国の今までの私たちが四国紹介したものについてのクイズとかだったんですけどそうめっちゃ楽しいけど風船割るのってめっちゃ怖いですよみんなやってみたら分かるけどめっちゃ怖かったよお待ちこん,ばんはお待ち今日はみんなのこと見つけれて本当に幸幸だった幸あふれた そうひたすら風船割れしかも2分間で15個割れればいいみたいな感じだったのに私たち46秒で15個割れちゃって風船 <laughs> なんかもう途中からコツつかみ出したもんねこうやってホンって乗ったら風船 <laughs> でもお尻が地味に痛くてあれなんかお尻にパーンって乗るから <laughs> めっちゃ痛くって途中からねみんなめっちゃ上手くなったけど初っぱなの私めっちゃやばかったけど めっちゃそう,楽しかった <laughs> そうあっという間に終わりましたけどねそうだから公演時間も押すかもって予想されてたのがそんな押さなくて5分押しぐらいだったからそうそうそうあ確かに1つ3秒ペースじゃん15個46秒えー、すごいやばいねプロになったかもしれないやっぱ矢野先輩がいる矢野パイセンはねやっぱくるみなんですけど矢野パイセンがいる前川さんの シマユニットのピンマイカーなんでねやっぱお尻で何かを割るってことは強いんでしょうね <laughs> 誰がうまかったんえでもこっちはパシェと私とリコチあ違う違うパシェと私んパシェと私とユナユナで3人で割ってたんだけどあっちは結構リコチとミリアちゃんだったっけでもほぼリコチが割ってたなんかあんまさ興奮しすぎて見れてないんだけどだから多分リコチがすごい上手だったのではないかと思っておるが。 みんなうまかった <laughs> ありがとういつかくるみを割れるように頑張りますね <laughs> あっくんハートありがとうめっちゃリハーサルでもなんか一個だけ割ってみようかって言ってリハーの時すごいもっとね割りやすかったんやけどねそうでめっちゃ楽しかったね2公演とも短いって感じだえうれしいありがとうなんかねピンマイカ私ここでピンマイカのがねちょ数えてみると結構 そうだねあの9分ぐらい,長,いんです長かったんですけど体感としては私もどっちも楽しいので全然そう差がなかったけど <laughs> 楽しかった本当にクアトロあ研究生最後研究生最後のユニット公演ありがとう。 って書いとこありがとうキラキラよし <laughs> くるみ割れなくていいですかくるみ終わったら <laughs> くるみ割れたら結構先輩に混じれると思うんだけどなぁ矢野さんだけか <laughs> この人たち話聞いてないんですけどたもうリコちゃんがねもう本当に暴走してて今日は抑え抑え出しました抑えきれなかったですけど <laughs> リチの隣にほりんがいると安心あよかったツッコミ頑張ろうと思います四国の方では私が結構まあふざけまではいかないけどそっち系なんですけどこち,らとしこちらにピンマイカーに入るとですねもうツッコミに <laughs> 徹しています <laughs> くるみとダイアくるみ終わったら」ってめっちゃ。 なんか矢野さんのくるみ割りの音をかけてりこちがこれも替え歌してたのを思い出したどんなんだったっけなめっちゃ面白かったんだけどなそう暴走すごいもうピンマイカはねいろんなところで暴走するからそうミリミリアちゃんもうなんかミリアちゃんがねプラカードで曲中に最後ら辺にねなんか皆さんへのメッセージとかを言う場面があるんですけど <laughs> なんか「焼肉食べてください」とか言ってて。 もう、もう、前回はね、本当に、もう、本当、ば、暴走してた。待って、私、明日クワトロってやつ、まだ残してたね、消そう。ハッシュタグ。提携文消してきます。あ、明日からお話会再販っていうのを。そうだ、そうだ。にしとこうかな。な入らんわ。お話。 ロロおやすみ方にしとこよし <laughs> 自由すぎるそう夕飯をして私は夕飯にねコールスローを食べたんですけど家帰ってきてあのー、なんかキットカットだっけキットカットのなんかキューブ型のやつあるじゃんあれを前なんか差し入れか何かでもらってきとってそうそれを食べたチョコチョコ食べたすぎて最近チョコ食べた今日 隣の隣のお仲間さんが美堀に激珍食らってますぜひ待ってますよ <laughs> ちなみに皆さんあし日からお話し会の受付と感謝枠もそう受付始まるんですけどあの私の目標の感謝枠5つまであと1つなんですよで12月18日が間も枠なんですねなのでこの日おすすめしたいのとあとはバレンタインに近いのでこの2月12日もぜひ そうこれは、ね、もうめっちゃ前に書いてたんですけど <laughs> 明日から B 日程の受付始まりますぜひ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 そうここでこのまま枠が感謝枠になるとこの日もツーショットを取れることになりますそうそうそうなのであめちゃくちゃ見やすい本当に良かった申し訳ないとぜひ感謝枠ね感謝枠いつの感謝枠行こうか迷うの嬉しいめっちゃなんていう前はさ感謝枠がさ初日しかなかったので もう1個じゃないですかだけど今は選べるっていうのがすごい嬉しすぎて <laughs> ってなるよ本当に申し込みぜひぜひ2ショットぜひぜひ今のところね2ショットなんだっけあのいつだっけなえっとねえっとね2ショットが初日のねあの制服風でも撮れるしあと12月19もね3対称で撮れるしあと3月21はか 袴までツーショットもたれる弱くない袴までってうちゃ斬新じゃないですかなので <laughs> ぜひいろんな姿の私とのツーショット残して帰ってくださいでお話し会もまだこれおすすめなのでぜひじゃじゃんカシャスクショありがとうございますカンちゃんハートありがとうあっくんもありがとうありがとうございますそう正規戦になったらコスプレ解禁おおおおお嬉しい嬉しい 嬉しい。嬉しい。楽しみ。いやじゃんに会うと元気でる、えー。嬉しいんだけど、ちょっとお前になっちゃう。嬉しくて。ああありがとう。そんな嬉しいよ。今日で元気を与えられたか。嬉しい。今日の声で気になったので増やします。その前から好きなのにね。<laughs> 嬉しいな。はしゃいでてか。本当になんか嬉しいことがたくさん増えるわ。本当。 楽しみしかも今日四国のねガイド公演でも四国ガイド公演でも言ったんですけどねカップリングもね四国の方では決まってるからこれからもっともっと仲を深めるためになんか思い出作りとかしようねって話したんだけどそうまだ四国のメンバーでご飯とか食べ行ったことないけ食べ行きたいねって言ったってそうなのよでまたピンマイカーでも行ったの1年前だからまた行きたいねって言っとってもういろんな予定を立てるのが楽しみです とりあえずね、今はねお仕事とかに集中して今月はねそうあのねもうお仕事に集中してねあの緊急事態もありますしちょっとあまりね出歩きはしないでおこうと思うんですが大川文仁クやこんばんは CD 店のポップ並みにうまいそんなにめっちゃ褒めるじゃん嬉しい好きうん <laughs> 好きありがとうカップリングめちゃくちゃ楽しみしかも全員曲の方もあるじゃないですかカップリング うれしいよ、また泣けるうん、うれしいうれしい,うれしいそうだねピンマイカーで出かけた時前はねもうねもうねのリコちゃんとかはこっちに興味持つしユナゆなパシはなんかこっちに興味持つしみたいな感じでなんかそのピンマイカーで遊んだ時前あのなんだっけあのアウトレットにお買い物行ったのね焼き肉食べた後にもうだからあのいろんなお店に目移りしてもなんかもうバラッバラになっちゃって。 そうだからもうね「あああうどうしようど,どっち行こう」とか思いながら私はユリナと、ね、なんかねだから222になってたんかな <laughs> って感じだったんだけどそうそうさあンハートありがとういやー少人数でこうそうなんですよ結局ねまあいいんですけどこのご時世的にはねめっちゃそういう思い出があります ままととめめ役のミホさんそう、ま、とめれるかな頑張るわ MC ももっとうまくまとめれるようにちょっと頑張るでも今日は本当に皆さんのノリが良すぎて拍手とか,なんか表情とかもめっちゃ見える方が多くてそうだからなんか空気があったかくてなんかすごいあの MC がすごいなんか氷のようにな日もあるんですよたまに。 今日はめっちゃ南国でしたすごいみんなすごいね、反応が大きい方が多かったんかななんかすごいなんか暖かかったです暖かかったんです <laughs> イエス日本人が冷静ありがとう <laughs> そ,そ,そうだね、四国四国でも遊び行きたいし、本当にいろいろ予定を詰め詰めにしちゃいます 鉄の画面できずに焼けたに焼けてたの見えました <laughs> めちゃくちゃね会場のみんな温かかったんだよふなっちのハートありがとうありがとうございます空調の音が響きまくる日そんな日もあるでも今日もすごく暑かったのでてか今日はピンマイカーでペダルが一曲目だったんですよだから一曲目からすごい激しいから もう汗汗かいいちゃって私ここの汗多いんだよね顔はあんまないんだけどうちここに書くからやばくって「ポニーテールしとってよかった」と思ったピンマイカーの方結構 STU ブロックの曲がねずっと続くから5曲とか6曲とかだからねめっちゃそこですごいもう「汗汗」ってなるんですけど <laughs> そう首の汗そうだねメイクさんが。 わーって吹いてくれる感じです <laughs> う言われればまでせカり変わったの気づかまマジいつもなんか12秒からスタートすることが多いんだけど今日はペダルから始まってましたうんよかったそんな美穂ちゃんに「ロマンチック秒」んか久々感あったねどっちもだけど四国もマ前館もなんかツアー ツアーでね行ったきりだったかねだからめっちゃなんか久々感があってマジ幸せだった <laughs> えそうなんだよねそうピンマイカらしいスタートだった嬉しいそうペダルはね力強いダンスのユナユナがセンターだからさそうなんかピッって始まるからいいよねだからそうそううん <laughs> ね確かにペダルは後半の固定曲そう ペダルと夢力は結構後半でうわりゃあ最後に盛り上がるぞみたいな感じだからね最初に来るの新鮮でそうそう純也くんバラありがとう天使の犬草ハートありがとうありがとうございます目があったらヘラヘラしちゃうので目線ずらしてます <laughs> えー、えー、でもやっぱ反応あるの嬉しいけどねこっちからすると目あってニコニコし合うのとか 会ったらあーみたいな顔してくれるのとかもうなんか「はッヤー」みたいな感じでめっちゃ嬉しいけどね私すごいしかも今日は本当に端っこから前列から後列までめちゃくちゃ本当に来てくださっててファンの方が本当にたくさんいらっしゃって嬉しかったですえ料理のダンスがめちゃくちゃきれいうしい嬉しいもう頑張るまた「春夏秋冬の私そしてまた次に巡るまで」をめっちゃ 意識してるんだけど <laughs> また動画とか見て見返しそうかなと思うけど <laughs> 嬉しい頑張って反応しましたありがとうみんないい顔していたやったねちゃかんじゃじゃんじゃじゃんありがとうフリーすぎてペンライトガチャガチャ言わてしまっ <laughs> かわい,いそれもそれでご愛嬌みたいな感じで可愛い,いよ <laughs> みみほりんやみほりんですやっほー <laughs> そこは振り付きマジ足ピンそしてまた次に <laughs> なんかここの姿勢はあんなちゃんを意識しててめっちゃなんかなんかそしてまた次によりさそしてまた次にってやった方がなんかかっこよく見えません私が勝手に思ってるだけなんですけど <laughs> なんかそし手渡すぎにぐらいよりめっちゃこんぐらいのがもうここのすぐんて言いばぐらい <laughs> 行くのが好きでなんかキビキビダンスが好きすぎてやっちゃうんだけど目がついつい見開いちゃう確かに目あったありがとうわかるあ嬉しいなあ嬉しい嬉しいあそうそうそう誰か撮いたいのちょっとそう9月12日の写真も今日売っててゲットできたかな で今日は公演内でも写真を公演記念撮影もしたのであの写真も変えたんかね今日それとも後日かな,なんか分からんがそうまたね皆さん私たちとの思い出を増やしていきましょう <laughs> かっこいいやったうんふん嬉しいえっ1曲も知ってる曲なかったのに瀬戸リすごい盛り上がれたらしいですえ嬉しい友達連って来てくれてありがとうぜひこれからも待ってますよ あ、変えたたんだね写真よかったお、お、おどんな四国は「覚えてる?」の9月のこれ覚えてるだったかなでピンマイカーは「9」だったかな9月なんでまずそれぞれ違うポーズだしねあ誰かといたような写真アップねっ漏れてるたわよ私アップの方が好きあの全身写ってるのより嬉しいよかったよかった 無事に思い出が増えてますね皆さんの手元に嬉しい <laughs> ありがとういつもこんばんはお疲れ様ですありがとうこんばんは ST4 テッド日記研究生のみほりんこと田中みほです <laughs> ありがとうございます <laughs> あのは好きああ、本当嬉しいよかった 水色のやつ買いねやったねあの衣装はね先輩の衣装だからそうもう私先輩の衣装着るときはもうコッコさんのしかほぼないんですけどそう嬉しい田中で一緒なのも身長とかもう似てたから嬉しい来月から研究生って言ったらそうだね今月まではまだ研究生なんでねそうそう より前髪くつれないことに感動あ嬉しいよかった今日も安定のカモンカモン部長変ざでも大丈夫でしたこれを回すやつもでも私、あのー、暗闇とかもそうだけど振り向いた時にフンってやったら髪の毛がバンってこっちに来るからこっちの後ろの髪の毛の方が気になってそうあ今日は年齢間違えなかったですちゃんと多分19歳ディット発言ったよね <laughs> 大丈夫だよねうんうんうんそう田中はね大体田中さんの衣装になりましたなんかねいつからかないつからだろうなんかめいつからかもう固定になりました私ツアーのその水色の衣装とか先輩が着てた衣装も田中さんのだし今ユニットで使ってる衣装も全部田中さんのだし もう田中さんのになりましたありがとうございます田中という苗字に感謝したいと思います良 <laughs> かったしかも身長がちょっと近いから着れて良かった <laughs> ねまさに自分のものっていやまだまだそんなものではないんですが嬉しい <laughs> あ、ポリテのリボンも可愛かったでしょそう夜公演でリボンつけようって思った時にリボンがなんか あのピンマイカーが会場着いた時リトチャーが「もうすぐ帰るよ」みたいな状態でなんかなっちゃんがめっちゃ可愛いリボンつけとってえ「え可愛いそれ!」って思っとったら「私が夜そのリボンだったんよ」あんま見えんかったけどなんかめっちゃ可愛いリボンだった水色と白みたいなでっかいもうリボンって感じの髪飾りでなんか兼任の良さは本当にその髪飾りとか T シャツとかもね水色もグリーンも着れるっていう。 なんかいろんな衣装を人の2倍着れるのが嬉しいですね <laughs> すごいほんと講演が終わった後めちゃくちゃ喋っちゃうからも、まずます喉が弱い <laughs> ですけど57分からランキングをますね <laughs> 心のプラカードニヤニヤ今日の心のプラカードにはこれからの私たちの抱負を書いたんですけど個人,個人でもあるしグループ全体としての抱負でもあるんですけど私はちょっと 目標は高くっていうのが心の中にずっと知い頃からあるのであのー、あれですね歌番組に出たいって書きました叶うように頑張っていきたいと思いますよろしくお願いします <laughs> ちょっと小声で言っちゃう正心者だからなので皆さんこれからも見守ってくださいよろしくお願いします最善でしっかり確認ありがとうございますありがとうありがとうどの歌番組うわー 日本の身に似てるやつもややいつか出たいですけどね <laughs> まあ頑張りたいと思いますどれに出させていただいても嬉しい歌番組はまだ出たことないのでにね頑張りたいと思いますはいうん <laughs> はい <laughs> ティッシュでそうだね頑張りたいと思いますレコード大賞やばいね <laughs> 強すぎるわね いや本当に先輩方の偉大さがここで改めて分かりますね頑張りたいと思いますでは57分ありがとう教えてくれてではみほり印象からランキング読みたいと思います22二のみほり印象からいきます22二はあんみちゃんと田中美ほおじょうさま押しさんそして13位ユナイテッドさん12位風船になってみほちゃんにつぶされたいつぶさないよ 11位純也くん10位ももたんさん9位チョコミントリスさん8位リーツさん7位オレリーさん6位アックアット自称ミホパパさん5位ケまつるさん4位クマネパパさん3位カンちゃん2位アスパラさんそして第1位は大地さんでしたありがとうございました では皆さん今日見に来てくれた方もお家でね休めた方も明日も楽しい一日を過ごしましょう私は毎日配信してるので明日も配信で会えますねということで今日はちょっと早いですがこのこの辺で就寝したいと思います皆さん楽しい日曜日をお疲れ様でしたまた明日から頑張りましょうでは最後にジャンケンして終わりますかわいいありがとう最初はグー じゃんけんチョキーありがとうございますゆっくり休んでありがとうみんなもありがとうねタワレコもぜひ行ってみてくださいあれ終わってしまったおわっちゃったよまた明日おやすみほー